大正14年にこの辺で試験栽培が行われたんです。その時に一番成績が良かったのが厚沢部町だったので、厚沢部町がメークイン発祥の地となりました。正直私農業がすごい嫌いだったんです。でも一度札幌の方に就職して戻ってきまして、越冬メークイン食べた時にこの美味しさに感動したんです。それで農家を継ごうと思いました。私の人生を変えたジャガイモです。農薬化学肥料を半分以上減らして特別栽培という認証を取っております。自然由来の竹の炭や魚かす、カニエキスとか柿エキス、こういうのを使って作物を健康に育てて栽培しております。秋のメークインはでんぷん価が高くホクホクして美味しいです。越冬させることによってそのでんぷんが糖に変わり甘みを増すので、今度は甘くしっとりとした味わいで美味しいんです。函館が近いのでイカの塩辛や明太子とかもおすすめです。青のりとかも意外と合います。シチューやポトフなどの、シンプルな味付けの方がより甘さを感じられると思います。冷蔵庫の野菜室が、理想だと思います。芽も出にくいですし美味しさも保たれると思います。天気が相手の仕事なので急な天候変化や低温の時にやっぱり芋が縛れないかすごい心配になります。そこが大変です。試食販売してた時に、結構小さめの女の子に食べてもらったんです。そしたらおじちゃんの芋世界一美味しいって言われたんです。これ聞いたらね、本当涙出ました。今年も道南板坂農園の越冬メークイン美味しくできました。皆さんぜひ食べてみてください。